引きではなくセンターバックもサイドバックもできる富谷さん、マドリーにかけているラストピースだと思うんですが、どうですか。まあ、マドリーはサイド右サイドバック、カルバハルいて、ナチョいて、でバスケスも下げれるでしょ。まあ、カルバハルのコンディション次第で、ちょっと あれはあるかもしれないけど、ラストピースっていうほどそこが足りてない感じないですよね。ラストピースって例えば、まあ、ジャカには悪いけど、アーセナルのトーマスの相方とか、シティのストライカーとか、なんかその本当にラストピース、そこ足りねえなっていうところに言う感じで、ね、日本代表の監督とか。なんかそういうのがね、別に、あんまりレアル・マドリードに関してはそんなに思わないですかね。